効果の章、精神の説、結露の先へ。帝国暦1185年、アドラステア皇帝エーデルガルトの即位からおよそ5年の時が経過していたが、フォドラの大地は未だ混迷の渦中にあった。ファーガス神聖王国では、新王ディミトリがガルグマクを追われた大司教レアとセイロス騎士団を王都に迎え、協力体制を整えつつ、王国西部で帝国軍と攻防を繰り広げている。レスター諸侯同盟領では、盟主クロードが同盟諸侯を意図的に反目させることで均衡を保たせ、中立を装いながら帝国の介入を防いでいる。そんな中、シュヴァルツァ・アドラー・ヴェイヤを組織したエーデルガルトは、戦線の膠着を打開すべく新たな動きに出ようとしていた。いつまで眠っておるのじゃ。お主の体はとうに目覚めておるはず。その目を開き、その足で立つのじゃ。幾度も血の雨が降り、大地は泣いておる。矢が落ち、槍で疲れ、泣いておる。誰かを傷つけねば生きられぬほどに、皆は苦しみの淵に立って泣いておる。そのすべてを飲み込めるのはわし、いや、お主のみよ。おい、あんた目が覚めたのか。そこの村のもんさ、あんたこんなとこで何してんだ。あんたが川から流れてきた時は驚いた。川の上流といやガルグマクだろ。あっこはすっかり寂れちまったからな。あんた知らねえのか。もうあそこにはセイロス教団はいねえんだ。あれから5年、根強く住んでる連中もいるにはいるが、町を治めてるのは今や帝国軍なんだぞ。なあ、あんた大丈夫か。頭でも打ったんじゃねえだろうな。今は1185年の精神の説、大修道院が陥落してからもう5年近くになる。本当なら明日は千年祭の日だったが、それどころじゃねえからな。だけどこの戦争ばかりのご時世、それに大司教様も行方知れずとくりゃ、この世の誰だって祝福なんて気持ちにはなれんだろうさ。って、おい、あんたどこに行く気だ。正気か？帝国軍がいいんだぞ。悪いことは言わねえ。大修道院に行くのはやめとけ。俺止めたからな。死んでも知らねえぞ。生徒だ？あそこには子供なんてほとんどいねえよ。バカかあんた。おい、まったく本気かよ。今日でちょうど5年。何も起こらなければガルグマクの千年祭が盛大に祝われていたはずね。誰が先生、本当に本物？あれだけ探しても見つからなかったのに、
先生、今まで何をしていたの？どこにいたの？こんな時に冗談なんて。先生が姿を消してから5年も経ったのよ。私がどれほど悔しかったと、どれほど心折れそうだったと思っているの。方々を探して見つからなくて、でもきっと生きていると信じて5年間ずっと戦ってきたわ。皆を率いてひたすらに戦ってきた。お帰りなさい。無事でよかった。5年前がまるで遠い過去のように感じられるわね。あなたは今も5年前と同じ気持ちでいる。私を助け、多くの人を敵に回してでも共に戦うことを選んでくれたあの時と、私は何一つ変わっていないわ。決意は少しも揺らいでいない。偽りの女神を倒し、多くの犠牲を踏み越え、本当の意味での人の世をつかみ取ってみせる。先生の覚悟を聞かせて。ありがとう。それで状況は分かっているわよね。またそんな冗談じゃないの？本気みたいね。いいわ、5年の間に何があったのか教えてあげる。というわけよ。戦線は膠着しているわ。教団に協力する王国は新王ディミトリのもとそれなりの結束を見せているし、同盟はクロードにうまく引っかき回されて内輪もめを装った中立を保っている。その状況を打開するため遊撃軍を修道院に入れて機会を伺っていたのだけれど、あなたが加わってくれれば一気に戦局を動かす算段がつく。敵対する王国軍や同盟諸侯、そしてセイロス教団を打ち破る時が来たのよ。学級は違えど、かつて同じ学校で共に過ごした仲間たち、彼らと戦うことを躊躇している人もいるわ。それに母国と戦っている人も。先生の存在はきっと彼らにとっても大きな心の支えとなるはず。よかった。それじゃ皆のところへ案内するわ。シュバルツ・アドラー・ベイヤーはあなたの帰還を信じて待っていたのだから。これは懐かしい顔ですな、先生ではありませんか。ご無事で何より。先生、先生、ベルです。わかりますか、生きてたんですね。うおー、今俺たちは翼を得た。こんな嬉しいことがあんのかよ。夢か。夢違います、先生最高です。挨拶覚えました。お帰りなさいませ。あなたのいない遊撃軍はどうにもパッとしない気がしてね。嬉しいよ。5年ぶりね。あなたにまた会えて生きる希望が湧いてきたわ。やった、これは楽をでき。先生が無事でよかった、感動してます。久々の再会はどうかしら。先生、皆も嬉しそうね。なんだよエーデルガルト、お前が一番嬉しいんだろ。先生の行方が分からなくなってめちゃくちゃ荒れてたもんな。もちろん我々も尽力してきたがね、先生がいればと思わない日はなかったよ。エーデルちゃんは皇帝で先頭に立って私たちを導いてくれる存在だったけど、その背を押してくれる支えとなってたのは先生だったっていなくなって気づいた。私たち悔しいですけれど力足りません。エーデルガルド様の本気応えられる、それ先生だけですから。まあ僕は
いるだけで笑顔が増える先生の存在はただすごいと思いますけどね。貴殿が姿を消して5年、誰一人欠けることはありませんでしたが。あなたを慕い、あなたの指揮で戦うことを望んだ仲間よ、私を含めてね。シュバルツ・アドラーベイヤの再始動といきましょう。標的はすでに定まっています。ええ、王国と教団、この2つとの全面対決に踏み切る前に同盟領を落とすわ。と言っても全ての同盟諸侯を蹂躙するわけではない。反帝国の旗印であるリーガン家、その領とデアドラが当面の目標よ。まずは同盟領と帝国領とを分かつアミッド大河を越えなければなりません。そのためにも大河に架かる橋の一つ、ミルディン大橋を落とすというわけです。ミルディンは修道院と帝都を東回りにつなぐ最短の進路上にありますからな。橋には同盟軍の砦が築かれている。それを奪って北上のための橋頭保とするわ。同時に橋を防衛しているダフネル家のジュディットを撃つ。そのままダフネル領を抑えることができればかなりの優位に立てるの。みんな気合を入れて、次の戦いは大きな意味を持つ。この戦乱の世に幕を下ろす第一歩、終わりの始まりよ。抑えないと悪目立ちしちゃいますよね。どのくらいがちょうどいいかな。まさかこうして私の歌声を披露する機会が来るなんてね。